大久保立大久保立から1941年2月4日は日本の海軍軍人、政治家、家族。最終階級は海軍造船中将、貴族院死者区議員、旧名、三氏、元旗本、静岡藩氏、大久保忠宏の三男として生まれる。兄、大久保行の死去に伴い、1890年8月7日、家督を相続死者区を就職。 1898年4月、グラスゴー大学造船科を卒業し、1899年1月に帰国した。1899年2月14日、海軍造船小技師に任官し後造船賞、造船科主管に就任。以後、横須賀造船賞造船科主管、県海軍大学校教官、横須賀海軍交渉造船部部員、江戸丸乗組。 関東丸乗組、横須賀交渉造船部部員、関東丸工作長、舞鶴海軍交渉造船部長心得などを経て、1912年12月1日、海軍造船大元に昇進し、舞鶴交渉造船部長に就任。佐世保海軍交渉造船部長を務め、1918年12月1日、海軍造船総監に進み、横須賀交渉造船部長となる。 1919年9月23日、海軍部官官開票の改正により、海軍造船少々と解消され、関西本部出資を経て、1922年12月1日、海軍造船中将に昇進と同時に退面となる。1923年3月31日予備役、1933年4月22日公備役を経て、 1938年4月22日に退役した。1925年7月14日、貴族院施釈議員に選出され、研究会に所属して活動し死去するまで在任。その他、資源審議会委員、液体燃料委員会委員、学習院評議会議員などを務めた。ありがとうございます。